加藤茂雄5月4日隊は、日本の空手屋、東京都出身、元天空キックボクシング協会代表、富士事務会長、元極真空手世界王者である、松井翔慶や、元 K1 世界王者、マサドラを指導した、身長155センチメートル、体重50キログラム、極真海館の前身である、大戦道場には、高校2年の秋、 1959年9月に入門し、大山マスターツに指示した。極神会館設立後は、本部道場、米軍のキャンプ座まで指導した。1967年4月には、極神会館の海外指導員として、オーストラリアに1年間派遣された。1975年から1985年まで、極神会館の千葉北支部で指導に当たった。 松井昇慶などを指導し、松井は、加藤のことを、生涯の恩師と公言している。1985年に、極神会館、手塚道場師範代の任を辞職し、埼玉県新座市にキックボクシング、富士ジムを設立。正人などを指導し、正人というリングネームの名付け親でもある。2006年5月、イベントを行うための事務局組織であった女子キック、天空を、 天空キックボクシング協会と団体化し、加藤が代表に就任。それに伴い藤士ジムも、新日本キックボクシング協会から離脱した。同年9月24日には、天空で14歳になったばかりの愛でしふじ、東釜江笠を、プロデビューさせた。2007年11月には、千葉県鎌ケ谷市に、藤士ジム、千葉県支部を設立。2009年3月1日、 ホテルメトロポリタンエドモントで格闘技人生50周年祝賀パーティーが行われ、松井翔慶、正人、谷川貞治、牧久保らが祝福に駆けつけた。ありがとうございます。